どうも、三井です。地球に優しいヒゲです。はい、というわけでですね、はい、今回はこちらのウルトラマンクラブというね、はい、ゲームをやっていきたいと思いますけど、1990年のゲームですよ。そうですねすげえ前だよね。だいぶ前だね。そう、もういやーね、これね、これ僕が生まれてから2本目か3本目に買ってもらったゲームなんですけども、はい、当時もうウルトラマンが好きでね、すごい喜んで、まあ、楽しくやってたんだけど、正直ね、ルールが分かんないの。ああ、それは子供だったからってことかなかもしんないし、大人になってからも分かんないかもしれない。それをちょっとね、今回検証したいなと思って、ちょっとヒゲ君とね、これをやっていきたいなと思うんですよ。ああ、そうですね、楽しみです。はい、じゃあというわけでね、やっていきましょう。はい、はい、じゃあというわけでね、じゃあ操作ヒゲ君で押してください、はい、で、ワンプレイヤーで、はい、ね、通信ケーブルがバーサスで対戦もできるらしいけど、僕はやったことありません。なるほどね、友達がいない。で、ここでまず戦う場所を選ぶんですよ。ほうほう、宇宙、都市、田舎っていう、もうこの3つがよくわかんないでしょ。そうね、うん、なんかね、どこかいい、とりあえずもうここ好きなとこでいいか。好きなとこ、じゃあ田舎で。ああ、じゃあ田舎。ボスを選んでください。ボス、そう、まずボスを選ぶ。このウルトラマンのね、キャラクターの中から、あ、まずね、ここ注目してほしいんだけど、ウルトラマンのキャラの違いが分かりにくいんだよね。ほんと、分かんないこの辺りとか全く分かんないで。セブンとか分かりやすいね。それセブンだよね、多分。あ、これね、うん、確かに。まあね、今回は誰でもいいからとりあえずボスを選ぶんです。じゃあセブンで、うん、コマを選んでください。あ、自分、なんかよく分かんないでしょ、多分操作するコマじゃないかなと思うんだけど、この隣の横向いちゃってる人。あ、ゾフィー、あ、ゾフィー、これ強いですよ、ゾフィーは。あー、この100、500、0、500っていうのは未だによく分かってない、俺。ああ。何なのか。何のステータスなのか。体力かなって、うん。よく分かんないの。まあ、とりあえず。で、駒選んで、なんか、ここに行けみたいなことだと思うんだけど。うん。分かんないでしょ。あれ、うん、分かんないでしょ。また選んで、多分ここ行けみたいな、多分。あ、最初なんか、夫人を決めるみたいなことじゃないかなと俺は解釈している。なるほど。多分、あ、マン、これ、ウルトラマンですね、初代の。うん、で、どこに置くかってことね。そう、多分。で、こっから怪獣がまた攻めてくるから、まあ、なんかこう、組んどけみたいなことだけど、どうしたらいいのかが分かんない。あ、この時点で。なるほど。でも、とりあえず、うん。シンマン、多分、シン・ウルトラマン、帰ってきたウルトラマンのことだと思うんだよね。ただ、シンマンなんて呼び方は多分されてないはず。正直、何なの、シンマンっても。結構固めるタイプなんですね。そうですね。この家の周りを。まあね、じゃあとにかくね、多分これ全部配置だと多分ダメなので、まあ配置していきましょう、うん、まあこんな感じでね、配置して、うん、怪獣が攻めてくるっていうんだけど、まずこれをどう配置したらいいのかっていうのはまず全然分かんないね。全然、うん、相手は考えてます。もう分かんないよ、こっからも。どうしろとも言われてないべ。うん、何すりゃいいの。分かんないけど、多分駒を動かすんだとは思う。ああ、ブーばっかりじゃん。でこう駒移動とかいろいろ、まあ、移動させて、多分敵がいたら敵と戦うみたいなことだと思うんだけど。ああ、じゃあ移動させてみましょうか。そう、はい、あ、一コマエネルギーが減りました。わかんないよ、もう全然わかんないよ、この辺。なんか急に店に入ったけど、どういうことって思う、うん、意味わかんないんだよね、正直。もこの辺になると何なんだろう、この船のマークとかも。何言っても、また多分一旦に一回なんか誰かを移動できるんじゃないかなって。なるほど、じゃあこの人で。ああ、どんどんそいつ行くんだね。うん、お金が増えました。お金って何、まず。そうね、買い物すんのかな。説明がね、なんだろう、まあ当時やっぱ説明書主義なのかな。説明書読んでないともう、あ、戦いですね。よし、でこれ戦うんですよ、うん、あ、これで選ぶのね。攻撃、防御、相手、まあなんか選ぶんです。なんか順番選ぶことじゃないかな。あ、攻撃が1で防御が分かんないけど。ああ、なるほどね。うん、アイテムとか何持ってんのって話だけど。うん、そう、これでとりあえず。あ、はい、じゃあそれで攻撃、アイテム、パンチ、チョップ、キック、キック、相手は考えてます。イカルスですね、イカルス星人。このシュールなね、感じ。意味わかんないべ。どういうことで眠ってしまったぞ。眠っ、うん、まあ
多分殺すって表現が多分ね子供的にどうなのかな。ああなるほどね。いくら怪獣と言えばまた店行ったべ、うん、この女誰ってもん、うん、俺ウルトラマン好きの俺からして誰か分かんないなんで着物とも思うし。確かに。あで私のターンか。そうそうそう、相手のターンね。相手が見えないから何してんだか分かんないんだ。そうなんですよね。なんで相手だけステルス機能がついてんのかってはい、これが相手のターンなんだけど、もう描写がよく分かんないすごい、これ子供の頃遊んだらパニックになる。分かんないで、でも分かんなかったんだよ。分かんないなりに遊んでたんだよ。ワープしました。なんでやねん。どっか飛ばされた。あれどこだ。ウルトラの父かなんかどっかに飛ばされた単身赴任かな。確かに父が飛ばされたっていうのはなんかちょっとね悲しいよね、うん、ユリアンかエネルギー、移動したらコマによってなんかエネルギー減っちゃうみたいなやつなんかね。あ待機しなきゃいけないのもいるんですね、うん、やっぱ大人になっても分かんねえわこれ、うん、確かにこれは分かんないわ。またねこのゲームボーイなのに色のない画面が、うん、スーパーゲームボーイだからこれでもほんのり色ついてる方なのかな。あそうだね、完全白黒じゃないもんね。ゲームボーイだともっと白黒なんだよね、うん、だもっと分かんないんだよ。あ戦いだ。あアイテムって本当何持ってんだろうな。確かに全く分かんないけどなんか選べるみたいな。これの戦略性もねよく分かんないけど前適当に選んじゃって、うん、相手の攻撃だ。あな分かんねえどうなったんだろう、うん、な分かんないけどこの辺とかなんか攻撃と防御同士になってる、うん、なんかプラニウム必殺技じゃない。プラニウムってよしじゃあプラニウムいっちゃおう。スペシウムみたいなことじゃない。うわこの描写とかもどうなのよあれあ負けてはないんだ。攻撃与えたらニッコリも。おじゃあプラニウム出た。いけもう迫力がない迫力がないんだよ。ああでもどうなんだろう。あまだ倒してないから、まあ、多分あと 90HP がってたら相手が50ってことだから、もうとにかく攻撃しないと倒せないってことかな。じゃあ攻撃攻撃防御全然わかんない。だから攻撃と防御がどういう相性なのかとかも、うん、相手は考えていまーす。パンチチョップキックチョップ。おチョップブラックはあぜん。どういうこと戻っていくとこかわいいね分かったなんかよくわかんないんだね勝つとこがいつも。そうですね、うん、あ怪獣のアイコンもなんかちょくちょく見えるようになってるね。ほらあよーく見るとこれ怪獣ですね多分。じゃあもう見つけ次第行くみたいな感じでかな。でもそうでもないとこでも来てるしな戦闘。あわかんないな。あここにもいるな怪獣。いる近い。あちょくちょくいるね。カネゴンみたいにいたね今。あ来ちゃってる。おお行けんのかな。うんあよし。あなんか今わかりやすかったね展開が行って戦うってこんな感じかな。お全然わかんないけどね、うん、こう避ける逃げどわかんねえ避けよう避ける逃げるって敵のね何ですねこのガチョ入れ歯みたいな攻撃あ負けた。あ負けた負けた死んだぞ。エネルギーをなくし眠ってしまったあだからあ斜めには移動できないですね。あなんでこの田舎でなんか総力戦みたいなのやってるのかもよくわかんねえそうね宇宙でやれよって宇宙もあったけど。あカネゴンだ防御どうなんだろうね。さっき避けるで避けれなかったしな。そうなんだよね避けれなかったから一切避ける様子もねえじゃん。うん避けよう逃げるってなったら逃げちゃうのかな戦闘から。どうなんだそうだよね。回避に成功した。よしなんだ今の動きは。あぜんぼうぜんたくしくしよし昔のゲームのこういう絶妙な表現いいよなキックお蹴っちゃう蹴っちゃう。おうわうわゾフィーあ結構食らうね、20しかないよやばいね。うわ攻撃失敗した。え大丈夫か必殺やべやべやべ。こっちもなんか強そうな パンチだ、うん、パンチが強いかどうかわからんが。おどうだどうでしょう。うわダメだやられたなこれは。必殺だうわ必殺だ。なんか500円玉みたいなのも投げる、まあ、カネゴンだからね。
おい、順調に負けてってるぞ。うわ、あのゾフィーが。まずいぞ。やばいな。同じとこに移動できないのかな。そうね。あ、そんたら、まあ次、相手次第によっては戦闘になるってことかな。そうね。うん、相手チキンだな。よし。仕掛けてこなかった。ゾフィーの敵だよ。行くしかない。いや、太郎は強いですが、ハテナってなんだろうね。あ、選べた。おう、じゃあやっちゃうじゃん。ハテナ同士。あ、攻撃か。ハテナ何が出るか分かんないってことだけか。なるほどね。スペシャルのあれじゃないんだね。カネゴン強いな、うん、ボスかな。しかも140あるよ。確かに。ただこの分母の600って何なんだろう。負けたぞ。あれ、カネゴンには喧嘩挑まない方がいいな。そうね、強いカネゴン、うん、強いわ。やべえな、カネゴン先輩やべえっすカネース、カネゴン先輩。いやちょっと意外だったよ。いや俺もカネゴンってね、そんな強かった。ウルトラマンシリーズで多分戦わないんじゃないかな多分。あ、そうなんだ。多分ね、ウルトラ Q かなんかのシリーズのやつで、うん、そう、ウルトラマンと戦うみたいな描写はなかったと思うんだけどな。ああ俺もそんなすげえウルトラマン詳しいわけじゃないか、ちょっとなんとも言えないといけないんだけど、うん、次の番つかみせん、どういうこと、わかんない。また急に、急になんか知らないルールどんどん出してくんの、ね、今回ですか、だから何が。ああ、なるほど。わかんないんだよ、もう。今回君はちょっとね。ダメだよ、もう歩けないよ、つって。なんかずっと店にいたままのやついるんだな。あいつ戦わねえのは。ショッピングさせておきましょう。ずっと店にいるあいつ。まあ敵からはあんま仕掛けてこないな。そうね。じゃあこっちから。そうだな。この子。お前ならいけるぞ。お前ならいけるんだからな。てなか何になるの。まあ怖いから最後にしとこう。うん。はて必殺かよ。やべえな。どうせね、こういう場合ってどうしたらいいんだろうね、ほんと。避けれないもんね、しかも。うん。コモラ。ここかわいい。で、銃。父、役立たずだな。明らかに、明らかに今、ね、分かって、知ってたよ、そんなの。知ってたよ、そうなることは。そうね、ここに関しては分かったね。なんかもう今の描写強かったもん、なんか。ボボボボって。殺しに来てたもん。父自由って。父な、うん、ずっと単身赴任してよかったね。カネゴン怖えしな、うん、とりあえず見えてるところを、うん、そうだな。あ、また店。あ、んこれ相手が店に入ってるってこと。そうね、飛ばしてくれよ。なんか買ってるんだ。あ、お金足りません。お金、相手は何でお金得てんの。さっきの我々を倒してから。なんだから派遣先みたいに紹介されてんのかな。地球みたいな。ちょっと地球行ってきてみたいな。壊滅させたらいくらみたいな。時給870円みたいな。安い。超安い。お、キング自ら行くね。よし。この1400とか1000とかいう数字も何なんだろうな。あれあれは何なんだろうって思うんだよね。ね、とりあえず分母の500も分かんないけど。お、はてな。あ、攻撃までよかった。よかった。お、キングハンマーあるぞ。よし、もうやっちゃうしかないよ。キングハンマーで。え、かわいい。何これ。勝ったぞ。ああ。強い、キングハンマー。すごい。上がってないか。あ、でも170のダメージだって。いや、もらったな、これ。いくつくらい。耐えろ、耐えろ。ああ、10。よし。キング強えな。うん。いけるぞ。さすが、キング。あ、ん、わかんねえけど、まあ相手を持ってないからかな。だったらなんで相手の攻撃がキャンセルされるのと思うけど。確かに。何でも勝てるよね、きっと。まあまあまあ、はい、よーし。なんで いつも向こうずれに攻撃するんだろう。分かった。かわいい、寝てるとこ。怪獣のグラフィックとか90年にしていいような気がするんだよね。そうね、ゲームボーイにしては。だって初代ポケモンとかでも結構荒かったもんね。ひどかったね。それに比べるとグラフィック自体は悪くないんじゃないかなと思うけど、ゲームのシステムが分かんねえ。うん、あ、エネルギー減っちゃった。なんで減ったんだよ。理由を教えてくれよ、理由。うん、何でもいいよ、もう。つまずいたとかでも。一個理由欲しい。一コマ移動しただけでね、なんか。何で減ったんだと。よし。だから何で増えたか教えてくれよ。
わかんないんだってそれ。謎だ。謎でお金が増えるんだよ。あ、お、あ、店。あ、1800円持ってんだの。あ、じゃあネジまでは買えると。ネジって何？何に使うんだろう。なんか買ってみるとりあえず。ん？何買ったの？枕買ったみたいだね。あ、あ、なるほど。この矢印ね。あ、うん。なるほど。昔の買えなーい。あ、もうだって枕1個買っちゃったもん。なるほど。じゃあもうこれ買おう。え、なんか、わかんねえ、うん。枕あと1個買えるな。あ、もういいか。カネゴン強いから、挑みたくないけど。じゃあこの子に挑みましょうか。おっと。もう0410もわかんねえな、よく考えた数字の。まあまあ。強さ。だとしたらボロ負けだけど。あ。あ、よし。キングハンマー、あ、ハテナってキングハンマーだっけ。いや、そうだったんだ。なんからしいね。もうキングハンマー使ったら勝てそうだよね。とりあえず。え？あれ？なんだなんだ。え？え？いや。強い。なんだこいつは。知らん。この後、よくわかんないなりにゲームを進めていった我々。そこで、とある疑問が浮かぶ。あれ？このゲーム、どうやって終わんの？しばらくして、相手のボスを倒すか、自分たちのボスがやられると、終わる、ということに気づく我々。よーし、相手のボスを倒すぞ。と、意気込むも、ガンガンやられる仲間たち。そんなこんなで、プレイ時間が1時間を超える。そんな状況で、我々の下した結論は、もう、負けでいいから終わろう。これはどっちも出せない。あ、よしよしよし。これはなんかチョップか。あ、パンチなんか俺クリティカルヒット出せない気がするんだよこいつ。ああ、さっきのさ。でも当たったかな。あ、やられちゃったよヒゲちゃん。負けちゃった。おい、何やってるんだよ。ああ、ボスがやられた。みんな逃げろ。この辺からだからね、もっと謎展開なんですよ。ん？何このちっちゃい爆発。でなぜか負けてもエンドロールが流れるっていうね、うん、というわけでですね、はい、まあ、負けてしまいましたけどウルトラマンクラブ、はい、いや長かったね。長かったね。まあちょっとあのルールは分かったけど、ね、ルール分かってからのなんと30分ぐらい、うん、不毛だったね。不毛だね。長い長い。いや長かった。いや、なんだろうね、うん、疲れた。とりあえず相手の基地を早く見つけて倒せと。そうだね、こっちの基地がやると負けてしまう。はい、終わり。はい、はい、いやでも謎が多いなこのゲームは。うん、いや全く。でも何せよ、まあ負けたとはいえ終わってよかった。終わってよかった本当に。本当にね。あとこのゲームの詳細なルールを知ってる方は誰か教えてください。はい、お願いします。というわけです。以上です。はい、じゃあねー。